ろしまーす。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかこういう撮影初めてね。なんか3人がこう、なんか緊張しません？すごいね、なにこれ。なんかさ、グータンヌーボーみたいじゃない？私も思いました。席どこにするみたいな。あ、今日のテーマね、聞きました。メンテナンス術、結構よく話すんですよ、2人とも。はい、三田さんはホットヨガやってたんだよね、昔。しかも結構長いことやってたんだよねっていうことを話してて、海老原アナウンサーはヨガの資格を取っていて、結構凄まじい資格なんですよね。もう日本のヨガ界の中でも相当高いレベルの資格を今挑戦しているので、僕はもう師匠として海老原崇めているので。いやもうむしろ木村さん毎日ヨガやってるんで、私よりなんならヨガやってるくらいもう師匠です。逆に三田さんやっぱり夜の番組ですし、で木村さんはこう週5でフィールドキャスターで結構、まあ、いろんなところに行ったりとか、体も心も消費する部分が多いと思うので、そういうところでどういうふうにメンテナンスしてるのかっていうのは伺ってみたいなと思います。いや、海老原と木村と私3人っていうのが、そこに私が入っていいものなのか、すごく不安なままここまで来ました。でも私もかつてなんですけど10年くらいヨガをやっていて、今は正直全くやってないんですけれども、また他の方法で体を整えるっていうことはやっているので、今日そういう話もできたらなと思ってます。今日はスピントーク第7回ということで、はい、普段から体のメンテナンスをされているというお三方にお集まりいただきました。まずはお三方からヨガだったりホットヨガを始められたきっかけから教えてください。じゃあ私から、はい、私は他部署の同期に誘われてホットヨガに通ったことがきっかけでした。なんかそれまでも大学生の時は家族でヨガに行ったりとかもしていて、でもホットヨガっていうのがそれが初めて で初めてホットヨガに行ったらもう尋常じゃないぐらいの汗が出て、それが快感で、あ、もうちょっと続けてみようかなと思って、そのまま10年間ぐらいホットヨガに通い続けました、うん、っていうのがきっかけ、うん、ホットヨガってなんか場所がそもそも違うんですよね、うん、あったかい場所で湿度も高い場所で体を動かして、っていうのも私汗を全くかかなくって、うん、全くっていうのは嘘だ。ごめんね、かきのせいだ。そうだよ、ちょっと三田さんの体質を心配するっていう。大丈夫、汗が出にくい、そう、汗が出にくくって、特に顔と腕とかに関しては本当に目では確認したことがないぐらい全くかかなくって、顔と腕に関しては、うんうん、でもホットヨガに行ったら初めて汗の粒が顔と腕についてるのを見た瞬間に、あ、これは続けようと思って、なんかやっぱり顔、体の中からデトックスされている感じっていうのが分かったし、あと汗を大量にかくことで心の面でもリラックスできている、リフレッシュできているっていうのが感じたので、あとは私冷え性で筋肉が収縮しちゃっていて、でもホットヨガっていうあったかい環境だと普段以上に体を伸ばせたり使えたりする実感があったので、私はヨガよりもホットヨガの方が合ってるなと思って、うんうん、はあ、三田さんのこの落ち着きと心のデトックス加減はホットヨガから来てるんだなってのがよくわかりましたね。人口増えるかもしれないやりたい人が、あれなんかすごいデトックスされてるなって。そうか、三田さんがホットヨガで海老原また違うんですよね、普通のというか一般的なヨガ。私もホットヨガがきっかけでヨガは始めることになったんですけど、でそれもやっぱり冷え性で私も、うん、でホットヨガしたらすっごい汗もかくし、うん、もう本当そこにいるだけで汗かけるくらい体が温まるのがきっかけで、あ、これすごいいいなと思ったのがヨガの入り口で、で普通のヨガはこう海外旅行とかに行くと朝のメディテーションみたいな感じで参加できるヨガとかがあって、なんかこう波の音聞きながらとか、朝早起きするの私すごい苦手なんですけど、体を動かすと結構
一日がすごいすっきりするなみたいな感覚もあって、でもともと体も柔らかかったんで、ヨガの先生の資格取ればいいのにって母親からずっと言われてたんですけど、仕事あるとなかなか難しいなとも思ってたんですけど、コロナの影響でヨガの先生の資格をオンラインでも取れるようになったんですよ。っていうのがきっかけで、普通の常温のヨガのスタイルも、うん、勉強し始めて、うん、RYT200 っていう資格を今取りました。すごいありがとうございます。すごいさらっと言いましたけど、だいぶすごい資格なんですよ。いや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 、200時間ちゃんとヨガのなんかポーズとかだけではなくて、うん、なんか理論と か, なんか解剖学とかそういうの、解剖学とか骨の名前とか中立ってどういうこととか、それこそヨガの歴史はみたいな座学があったりとか、でもこの年になってそういう全然仕事とは別ジャンルの新しいことを勉強するっていうのも楽しかったです。試験はどういうのがあるの？試験はポーズがちゃんと取れてるかとか、うん、ちゃんとティーチング、はい、できるかっていう実技もあるし、うん、筆記テストもあります。へどことどこが中立ですかみたいな、ここの骨の名前何ですかとか、このポーズの後にやっちゃいけないことは何ですかとか、あそういうのもあるんだ、ね、結構頭使います。すごい今もう一個上のどうやらこう勉強してるって比較してる。200時間の上に500時間っていう RYT500 っていうのがあって、うん、この人500時間ヨガのことを勉強しましたっていう認定が受けられる資格で、そうするとシニアヨガとかマタニティヨガとか、うん、あとキッズヨガとかそういうのも勉強して、この人分かってますよっていうのを伝えられる資格です。11月に取り終わります。今年中が。11月ってもうあれこれ配信とかされてる時にはもう すごい。あその時には11月16日には取り終えてると思います。うわすごいです、ね、ちゃんとできてれば、どれぐらいのペースでエビちゃんは今はヨガしてるの？ヨガは行ける時はもう本当に収録みたいな感じで、ね、仕事終わりとかやったりもしますけど、でもそれで言うと僕は木村さん、そうですね、毎朝、私毎朝やってるんです。すごいね。すごいです。でもお二人のようにこう、まあ、期間は実はそれほど長くなくて、まだ今年本格的に毎日やり始めたのが今年の1月1日からなんですよね。2021年何か生涯の趣味を持ちたいなと思って始めたのがヨガで、でそのヨガはですね、家で某動画配信サイトとかを見ながら、うんうんうん、勉強したりとか、あと友人に男性専用のヨガを教えてる人とかがいて、その人に教えてもらって、僕は割とこう毎日同じポーズを一連でやり続けるっていうヨガをしていて、だから毎日あ昨日はこれぐらい動いてたのに今日は動かない、あれなんでだみたいな体の不調がもう目に見えて分かったり、呼吸も一応ヨガあるんですけど、その呼吸してる時にあれなんか呼吸が今日は浅いな、なんか眠りちょっと浅かったのかなみたいな、自分の心と体のこうなんかゼロポジションみたいなのをパチンって取れるので毎朝僕も 3,40 分なんですけど一応やるようにしていて、朝起きたらとりあえずやるっていうのをしてます。なんかフィールドキャスター週5ってめちゃめちゃ大変じゃないですか、はい、その中で忙しい朝の 3,40 分を毎日確保して続けてるっていうのがすごいなって思って、なんか逆にまあ確かにこう毎日現場に行って、うん、なんだじゃあ事件事故とか言ってて、うんうん、心と体が結構すり減るので、はい、逆にその30分早く起きててもそれがないと余計に、うん、僕にとっては睡眠より大事みたいなとこ。すごいね、私だったらもうギリギリまで寝てたい。寝てたい。あと30分寝ようって。いやそうなんですよね、その30分が結構。でもその生涯の趣味を何かっていう時に他には選択肢なかったの？なんでよくない？他にですか？ちょっとこれは今日出す玉のおつもりではなかったんですけど、サックス始めました。知らなかった。嘘。始めたの？ちょっとまだ誰にも榎並さんしか知らなくて、うん、他って本当にインスタとか、うん、
あのちょっとはぜとりあえず出さないようにはしてるんですけど。そうなの、ごめんね。そうそう、一応生涯続けられる趣味の中の一つがサックスで、うん、今のだった部屋にテナーサックス飾ってあって。買ったの？買いました、買いました。すごい、結構大きいですよね。テナーサックスこれぐらいあって、ちょっと本気全然本線から離れちゃうんですけど、かっこよすぎません？朝ヨガ30分ぐらいやって、ね、週末はサックス吹いてるって。すごい、何を目指してるの？何を目指してるんじゃない？もともとジムに通ってたんですけど、うん、体がなかなかまあ大きくなりづらい、あのエナミ流とかもやったんですけど、シュッとしてますね。そうなんですよ。でヨガはもちろん運動にもなるし、うん、心も整うし、うん、であの肌荒れとかすごくしやすいんですけど、うん、ヨガやると結構コンディション整うなみたいなところがあって、うん、なのでそれもあって生涯続けていきたいなみたいな、うん、ヨガマット1枚あればいいんで、うん、超サステナブル確かにだと思っていて、はい、なのでやってます。へ、はい、なんかホットヨガとヨガってなんかこうどういう人にはどっちがおすすめみたいな話ですか？どうなんですか？どうなんでしょうね、違いというのが。というか汗かきたい人はホットヨガとかなんですかね。代謝を上げたいとか、うん、結構短時間でなんかデトックスしたいみたいな人はホットヨガがもしかしたら向いてるのかなって気はします。なんかあとは私は両方やってみて、ホットヨガって結構暗い環境でやることが多くて、そっちの方が私は集中できるっていうのがあって、そうちょうど社会人になって、まあ、社会人になりたての時って右も左も分からなくて、でしかもそれまで学生だったのがいきなりアナウンサーとして世間から見られるっていうのがすごくプレッシャーにも感じていたし、すごく心もなんて言うんだろう、不安も大きかったりして、そういった時にこう暗い中でホットヨガで汗たくさんかいて自分だけの世界に入り込めるっていうのはすごくなんだろう、心のスイッチのオンとオフっていうか、そういう意味でも私にとってはとても大きかったなっていうふうに感じます。ちょっとあれですかね、仕事でこう疲れたのもこう、ね、ちょっと非現実というか、うん、ちょっとそっちに行けるみたいな感じなんですよね。私最初はやっぱりずっと緊張して、初めてテレビにこうやって出て緊張もあって、なかなか、まあ私は朝目覚ましを担当してたので朝のリズムっていうのがなかなか慣れなくって、睡眠もちゃんと取れなかったりしてた中で、基本的に私はホットヨガはお仕事終わりにいてたんだけれども、もうリラックスその時だけはできて、ちょっと緩いポーズ、いや、あの簡単なポーズの時とかに寝ちゃったりとか、そう寝て先生に起こされたりとか、最後のみんなのナマステの声で起きたりとかすごい恥ずかしかったけど、でもそれぐらいリラックスできてる時間っていうのはなんか他にはなかなかなかったので、これもしかしたらヨガあるあるなのかもしれないですけど、名前で屍のポーズか、うん、なんかこうだ全部一通りの一連の動きをやった後に本当に脱力してぐでんって寝るようなポーズが、うん、ホットヨガもありますかね。あります、ね、でやった時にパチンってこう落ちるというか、なんか整う瞬間があるんですよ、うん、これあのなんかサウナに入った時みたいなのがあって、それってありません？ないか。ある。で、これ毎回はできないけど。あ、そうですよね、そうですよね、調子のいい時はできる。そうそうそうこれ結構やみつきポイントだと思っていまして、うこう僕もそのストーンのためにやってるところはあります。一番最初ヨガに入る時ってこう大体呼吸とかから入ったりするじゃないですか、うんうん、でそういう時に今こう頭の中で考えていることを一旦頭の外に出して、うん、今は自分の呼吸に集中しましょう、うん、みたいな声があると、あ、一旦自分のことだけ考えていいんだっていう、うん、楽になるなみたいなのはあります。体の健康というよりも心にも結構皆さん変化が、ヨガってどっちかっていうとそっちに心がリラックスするから続けてるみたいなところありません？うん、そうですね、確かに体が柔らかくなるきっかけで始めたんですけど、僕は結果そっちの方が大きいかもしれないですね。そっちってのは、うん、心が整うとか、まあ、リラックスするとか、なんかせかせかして、僕せかせかしてるんですけど、せかせかしてるのが一旦落ち着けるとか、そういうのは大きいですかね。似たのは夜のニュースになってからはこう生活リズムの変化、そうですね、そこからはなんかこう食事から体を整える、そうですね、それは具体的にどういうことを、うん、
やっぱり夜の生活になってから平日っていうのはやっぱり朝起きてからずっと頭が仕事の脳になってますし、ジムとかヨガとかもどうしても日中に行ってってなると夜のオンエアの時間11時過ぎて12時ぐらいっていうのはもう集中力が続かなくって、なのでそういった運動を体を動かすことは平日できないので、まあ少しでも体の中から体を整えようと思って夜お弁当を作ったり、まあ食事の方で管理をしようと心がけてます。まあ、食事についてもなるべく主食と主菜と副菜とそういうバランスぐらいですけど、それを積み重ねようかなっていうふうに思ってます。あと体の面で言うと、結婚もしてもう1年半以上経つんですけど、もう完全に主人とすれ違いの生活で平日とかは全く会えなくって、1週間の中でも土曜日だけが一緒に過ごせる時間なので、その土曜日に2人でジムに行ってトレーニングするっていうのは、まあ、家族の時間として大切にもしてますし、まあ、2人の健康のためにも大切にしてます。うん、このお話の機会を聞いてみたいこととかありますか？聞いてみたいこと気になっていたこと、気になっていたことはサックス以外に始めたことなんですかね。いや本当にね、今多趣味なんですよ、多趣味なんですよ、ね、あと凝り性なんで、お香とかすっごい量あります。お香とアロマ。あ、それ一人で楽しむの？はい。それはどういうこと？ちょっと今アイディアありますよね。みかさん悪い顔してますよ。違う全然いじっていただいて大丈夫ですけど、違う、そういう趣味の友達がいて一緒に買いに行くとかはい、はい、そういう情報をそういう友人からお香友達みたいな香りとかの友達ももちろんいますけど、ヨガはヨガの友達もいますし、サックスはサックスの友達いますし、ですけど、まあそうですね、自分がこう楽しいって思って自分が家に帰ってこうなんかいかに落ち着くかみたいなところで、いや香りすごいいいな。全国に出張に行くので全国のその土地土地のお茶とお香があったらもう迷わず買っちゃうんですよ。でも買っても消費するのに間に合わないんで、だどん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 溜まっていっちゃうっていうのはありますね。それはある。聞いてみたいこと、この際に三田さんに、なんか食事とか運動とか以外になんか始めたことでもいいですし、こういうこと続けてるとかありますか？ちょっとその三田さんのこのだから仕事以外でのちょっと生態が見えてこないところがあるなと思ってまして、ちょっとサックス始めたみたいな。サックスいじるね。そういう意味では犬のトレーナーの資格を取ろうかなって思ってる。っていうのも、まあ、今うちには10ヶ月のワンちゃんがいて、でいろいろしつけを本見たりとかインターネットで検索したりとかして自己流で教えてるんだけど、まあなんか確かに成長はしてるけど飼い主としても自分も成長しなきゃなと思って、そういう資格を取りながらだったら一緒に成長できるかなと思って今いろいろ調べてるところ。なんか素敵。もう家の中も犬のグッズだらけ。ないんですか？なんか家の中で靴下が大量に落ちてるとかないんですか？それはないかな。ないですか？一周されましたね。他にですか、逆に聞きたいこと。なんだろうな。今5年目になる。そうです、5年目になります。月が6年目。はい。そっか。ちょっと話ずれちゃうけど、うんうんうん、で私自身も5年目と10年目ってこれまですごく大きな、まあ、一つターニングポイントもあったし、うん、大きな節目だったなと思って。今5年目って聞いて、うんうん、はあ、どんな感じなんだろうな。三田さん結構変わりました。1年目と5年目で。5年目の時ってどんな感じでした？すいませんね、長く。いやもうここが一番いいところです。え、木村どうだった？じゃあ今確認いきましょう。それで若干入ると5年目と9年目で、うん、次10年目のこう節目みたいなのがあるので、それで言うとこうキャリアの、まあ、悩みじゃないですけど、うん、キャリアのこう変わっていくところで、いや三田さんからちょっといろいろお伺いしたいなって思ってるのは2人一緒だと思います。そうね、キャリアの中で1年目の時はやっぱり自分に必死で、うん、もう自分のことしか見えてなかったけど、5年目になったらすごく俯瞰して自分を見られるようになった時かなっていうふうに
感じた。なんかただ言われたことをやるしかできなかった1年目から5年目っていうのは自分に何ができるだろうっていうのをちょっと一歩離れたところから見て考えて行動ができるようになった時期かなっていうふうには、感じる。僕今10年目になるので、その10年目だと多分アルファが始まったタイミングですね、大体ね、その時のこう変化っていうのはどうなんですか？10年目、なんか10年目っていうのはやっぱりこの10年間をすごく振り返った、初めて10年について自らを振り返って自分と向き合う時間が増えた時だったなっていうふうに感じる。その中でこの10年の中で自分は何を成長できたんだろうとか、そこからの課題とどうやったらさらにキャリアをより良いものに、そして人生をより豊かなものにできるのかなっていうのをすごく考えた時だったかな。それって10年目にその考えた、振り返ったりとかってしたものに対しての自分なりのこの明確な答えみたいなものっていうのは出ているものなんですか？いや、私は探しながらまた、探しながら今歩んでいる気がする。いや、なんか人生ってあっという間だよ。ちょっとなんかユリカの部屋みたいな感じで作れそうですよね。なんかね、いけそうですよね。あ、いろんなアナウンサーがお悩み相談を三田さんにしに来るっていう。いや、もう楽しかったです。でやっぱ体と心のメンテナンスっていうテーマでお話をさせていただいたので、あの先輩の三田さんと後輩の海老原アナウンサーが、あ、こういうふうにメンテナンスしてるんだっていうところが、あのとても気づきになって、改めてこうヨガをもう一回家に帰ったら、朝やってきたんですけどもう一回ヨガやりたいなとか、はい、思ったので、非常に楽しい、あの個人的にとても楽しい時間でした。あのヨガを始めたっていうこともそうですし、あとはコロナになってで時間の使い方がこう今までとガラッと変わったっていうのも一つきっかけになっていたのかなというふうに思うんですけど、こう自分の感情とか今考えていることっていうのを客観的に見ることがちょっとずつできるようになってきたので、こう先輩に相談したいこととか今仕事で悩んでいることとかも、今まではこうなんとなくこうなんかこれうまくいかないとかどうしたらいいんだろうってぼやっと考えてたものが、あ、今自分がつまずいてることとか気になってることってこれなんだってちょっと具体的に分かるようになってきて、なのでそういったことを先輩にもちゃんと相談できるようになってきたので、そういった部分ではあのこう道しるべが分かりやすくなってきて仕事はやりやすくなりました。もう2人にとっても刺激を受けました。2人がもちろん仕事の面ではとっても真面目に仕事に向き合って頑張っている姿っていうのは見てきたんですけれども、仕事以外でもちゃんと自分の好きなことややりたいことを見つけてそれを追求する姿勢っていうのは、こう相対地から刺激を受けてすごいなって思いました。あとはまあ印象的だったっていうのは木村の多趣味さで、さっきカメラ回ってなかったところではサックスでいつか情熱大陸のテーマを演奏できるようになりたいって言ったので、その BGM で木村の一日をちょっと密着したいなって思ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。頑張ってね。これでサックスやめられないよ。